この際田村紀久君から関連質疑の申し出があります。小池君の持ち時間の範囲内でこれを許します。田村紀久君。田村君。自由民主党の田村紀久でございます。野田総理とは4ヶ月ぶりですかね、ここで議論をさせていただくのは。横には岡田副総理が、この度ご就任ということで、ついこの間までここで、私の質問をやじられておられましたけども、今日はやじれませんので、ちょっと安心をしながらですね、質問をさせていただきたいというふうに思います。今日こうやって議論できることを大変嬉しく思ってるんです。なぜかと言いますとね、よく与野党協議、社会保障と税の一体改革やってくださいと皆様方おっしゃられますが、先ほど来小池委員等々がおっしゃいます通り、まずこれ談合になっちゃいます。なかなかオープンな議論にならない。その点今日はですね、ちゃんとした委員会の場でありますしね、テレビが入っておりますので、これ何を言った言わないということがですね、はっきりと国民の皆さんに分かっていただけるんです。だから我々はこれを待っていたわけでありまして、社会保障と税の一体改革、どういうところに問題があるのか、しっかり議論を詰めさせていただいてね、お互いにより良いものをしていけばいいと思うんですよ、私は。だから開かれた場所でやれるというのが1点。それからもう一つね、我々その密室の協議って言いますか、三党協議っていうのをいろいろやってきましたけれども、信用できないことがいっぱいありましてね。例えば子ども手当に関するいろんな議論、合意書出ましたよね。これもですね、合意書にのっとった案じゃないものがいきなりボーンと出てきて、それも実務者協議、これからやろうという時に最後通告で、これでもう決めましたから、だからもうこれでやってくださいみたいな話で出てきちゃってるんですよ。これは三党合意って何だったんだろうと。三党合意ではちゃんとですね、お互いの意見というものがあって、そこは協議しましょうよって話だったんですね。で、実務者協議の時にはもうボーンとこれでお願いします。これは信用できないな。それからもう一つ、実は先般全国会でありますけれども、厚生労働委員会、私野党の責任者をさせていただいておりますけれどもね、ここで、労働者派遣法という法律、これ3党で修正をして、委員会で通そうという話になったんですね。で、この時に、夜なべまでしましてね、委員会、本来は5時までって話だったんですが、夜なべまでして、なぜか、それは次の日に本会議があって、何としても通さなきゃならないから、衆議院の本会議で。だからお願いしますと、民主党の国対からお願いをされまして、自民党の国対でそれを受けたんです。そこで笑っておられますけれども、平野大臣がその時の国対委員長でございました。どうなったか、夜なべまでして、しかも私が、ほとんど議員が答える部分は答えたんです、質疑に対してですよ。それでいて突然次の日の本会議ではこれは採決しない、こんな話になっちゃったんですよ。結果的にですね、この修正部分は廃案で消えちゃいました。またこれやろうと思えば一からやらなきゃいけない。こういうね、いや現場は信頼関係あるんですよ。ところが国会を取り仕切る国会対策委員会というところが全くもって信頼が置けないようなことをやっちゃいましたね、委員長。結果的にボロボロですよ。もう人間関係までおかしくなるぐらいの話になっちゃったんですね。まあ我々は国民の皆様方のために働きますから、人間関係なんていうことは言いませんけれども、しかしそういう政党であるということは内々のね、協議なんか信用できないって話になるんですよ。だから我々はこうやって開かれた場で今日こうやって議論ができるのは大変ありがたいなというふうに思っております。まあ冒頭ね、午前中も注意いたしましたが、そこの傍聴席で座ってる議員さんはやじらない。まあ注意を守ってください。はい、はい、田村君。はい、ありがとうございます。委員長は偉いですから、ちゃんと聞いてくださいよ。それでですね、質問に入りますけれども、例えば今回消費税、これに対する世論のですね、今状況はどうかと言いますと、消費税増税反対の方が圧倒的に多くなってまいりました。これは各社の世論調査を見ましても、大体6割ぐらいが反対という話になってきています。ところが野田内閣が誕生する前まではいい勝負だったんですよ。これが急激にですね、反対が多くなってきている。これはなぜかっていうと、野田内閣になってからいっぺんに消費税上げることが現実味を帯びてまいりました。法案を出す、
この国会に、こういう話になってきた。国民の気持ちはどういう気持ちか、これは私の推測でありますけれども、消費税をやはり上げなきゃならない、それは高齢化社会の中で社会保障を考えれば致し方がないという国民の、まあ、覚悟みたいなものはあるんだと思うんです。半分ぐらいは。しかしですね、やっぱり先ほど来話が出てますけれども、マニフェストでね、書いてない。そして総理が選挙の時に演説で、マニフェストというもの、これ書いてあるものをやる、書いてないものはやらないんだ。ああいうものがネットで流れる。国民の皆さんこれ見てますからね。そしたら消費税、これマニフェストに書いてないどころか、法案を出すことも書いてないんですね。上げるということはこの4年間ではやりません。それは5年後ですと。そうやって総理は詭弁をおっしゃられますけれども、しかし法案は出すんですよ。他のものは法案出すもの書いてあるんですよ。ましてや消費税っていうのは国民にとってみればこれは義務権利の大変重要なものであります。そんな大きなものをですよ、増税するってことを法案を出すとマニフェストには書いてない。にもかかわらず今回ね、急に法案を出しますと。こういう話になったから、おいちょっと待てよと。民主党はそんな話じゃなかったね。でね、私ね、これよくよく考えると国民はあなたを選んでないんです。鳩山由紀夫さんを2年半前に選んだんですね。あの方を選んだ。で、あの方は実は今も消費税は反対だというふうに伝えられてるんですよ。するとね、勝手にその後民主党の中で2人総理大臣変えちゃって、そして今の総理大臣は消費税上げると急に言い出した。まだ鳩山さんが上げると言ったんならばですよ、国民も信頼した人、裏切られたんだからこれは我々の見る目がなかったかなというふうに諦める方もおられるでしょう。しかしそうじゃないんだということになれば、これはね、政治制度自体に問題があるんですよ。議員内閣制という問題、自分らがこの人を総理だと思って選んだ選挙、しかしその後勝手に総理大臣が党の事情で変わった、その人が全く違う政策を言い出した。だから私はやはりこの消費税というような大きな、特に大きな問題は前任者の総理と、特に選挙で選ばれた総理と、その後の適当に変わっていた総理と、まあ適当って怒られちゃうかもわかりませんが、意見が変わっちゃ困るんです。あなた方民主党は本来初め決めたことを途中で変えちゃ困るわけでありまして、それが国民の皆さんの消費税、いや上げなきゃいけないのはわかってる、だけど背中を押してもらいたいけれども、この内閣には押してほしくないなという気持ちが今の世論調査の結果だと思うんですが、いかがですか。野田内閣総理大臣。ちょっと多岐にわたるご指摘がありましたけれども、消費税についての国民のご理解が今得られていないというご指摘、これは数字としては世論調査そういう形で出てきています。で、私は平時において賛成反対が拮抗していた、それは委員ご指摘のとおり、社会保障をきちっと立て直して維持していくためには、そのためには消費税を引き上げて安定財源にすることは避けられないという気持ちを覚悟として持っている人が多いと、私も背景にそうあると思います。で、現実問題として法案を出す、そして実行に移していくという段階において、やっぱりリアリティが出てきている分、じゃあ定数削減とか政治改革やったのか、あるいは行政改革きちっとやったのか、そういうものも今総合判断をしながら待てよと今なってるんだろうと思います。したがって行政改革や政治改革等も合わせて包括的に改革を進めていくということをしっかり国民の皆様にご説明をし、特にこれは社会保障に充てる安定財源でございますから、どういう社会保障を作るのかということも含めてきちっとご説明をしながらご理解を得ていくように頑張っていきたいというふうに思います。なお鳩山さんと私が違うという話でありましたけど、鳩山さんはその後総理になられた後、消費税についての議論をすることは封印をしていません。で、議論をした中で、しかも最近のこういう状況の中で待ったなしの状況になったから、この任期中には上げませんけれども、法案を出してその方向性を決めるという政治判断をしたということも含めて、国民の皆様にご説明をしていきたいというふうに思います。田村君。議論をするのと法律を出すのは違います。全く違います。全く認識がおかしい。法律を出して、特に与党でありますからね、政府与党が法律を出すということは、それが通るということが前提であります。もちろん今は参議院と衆議院のねじれがありますからね、そう簡単には通りませんが、
政府与党が法律を出すというのはそれは成立することが前提でありますので、そういう意味ではあなた方は議論を一歩踏み出していよいよ消費税を上げる段に入ったということでありますから、鳩山さんが言っていることとは全く違うということを指摘をいたしたいというふうに思います。それでね、今無駄を省くだとかそういうことを国民は見ておられるというようなお話がございました。一点は公務員、国家公務員の総人件費2割削減というものを皆さんは訴えられてきた。それもできておりません。その中で、今回、人間、そしてそこからの深掘りということで 0.23 人間をした上でですね、さらに 7.8% の深掘りを使用してもいいよというような判断を皆様方がしつつあるというお話を新聞等々で私は聞いておりますが、これで終わるわけでは当然ございませんよね。これですと 8% ぐらいになります。しかもこれ2年間というような話を皆様方言われておられますから、これは震災復興への財源ということでございますので、本来消費税とは関係のない話ですね。となればここからさらにその後も2割に向かって、これはいつまでにどういう計画でお進めになられるおつもりですか。岡田公務員制度改革担当大臣。まず現在先ほど言及されたですね、国家公務員の賃金の引き下げの議論につきましては、これはもう田村委員よくご存知のとおり各党間で話をしているところでございます。その合意が早急にできることを期待しているということでございます。ご指摘のように、しかしそれだけでは2割には到達しないということは事実で、総人件費をいかに抑制していくかということは非常に重要なことでございます。先般行政改革実行本部を作りまして、その中の主要議題の一つに総人件費の抑制ということを掲げております。そのためには定数を減らしていかなければいけないということになります。そういったことについてしっかりとした議論を行っていきたいというふうに考えております。それから2年間の限定付きの賃金の引き下げではないかということですが、その後のことはどうするかということはその時点での議論で、別にその現在の 7.8% 引き下げたものがすぐ戻るか戻らないか、それはその時点での判断ということになるかと思います。田村君。なんか戻るみたいな話が今出てきましたね。戻るか戻らないかは分からないというお話だということは、戻る可能性もあると。するとこれ2014年のですね、3月に戻って4月から消費税が上がるなんて話になるんですよ。これそういうことでいいんですか。戻る可能性があるってことでいいんですか。ないならないって言われた方がいいですよ。岡田担当大臣。これは2年間引き下げるということを与野党で話し合いをしていただいているわけでありますから、それ以上のことを私が言うことは避けたいというふうに考えております。田村君。これはですね、消費税を上げるという中において、やはり無駄を削減しなきゃいけない、これは総理もおっしゃっておられる話じゃないですか。その中にこの国家公務員の話も入ってきているわけでありますから、今いや内閣の思いとしてその時に決めるけれども、決定はするけれども、思いとしてここで終わる話ではありませんと、当然それは継続、いやさらに深掘りしていく話ですということをはっきり言われた方がいいんじゃないですか。言えないと、あ、これはやっぱりいろんな労働組合との絡みで言えないのかなというふうに思われちゃいますよ。岡田担当大臣。我々としてはですね、 7.8% の引き下げについて、一旦国会に法案も出してですね、早くこれご審議いただきたいということを申し上げているわけです。それについてですね、今与野党で話し合いをしていただいているわけで、ぜひですね、ここのところまず結論を出していただきたいというふうに思います。それより先の話は、それは与野党で議論するなら議論することはそれはあるかもしれませんけれども、やはり今政党間で議論していることについて政府が何かその先のことも含めてですね、いろいろ言うということは避けるべきだと思います。田村君。消費税を上げようというのはあなた方政府なんですよ。その政府が国民の皆さんに理解を求めるために、今総理がおっしゃった通りね、こういうようないろんな、無駄というか本来削減できるものを削減しましょうと、これをやらないと国民の皆さんは納得しませんねという流れの中での今議論をしているのに、今の岡田
副総理のお話ですとね、なんか党で党内で党